皆さん、こんにちは。昨年、巨人からトレードで加入し、今季主力として活躍が期待されている福岡ソフトバンクホークスのアダム・ウォーカー選手。もともと守備については酷評されていた選手でしたが、巨人時代終盤、守備力も向上してきたのではないかと言われていました。しかし先日、試合中で見せた守備が話題となっており、これにより新たな問題が浮上しています。今回はウォーカー選手の守備について、またチームに浮上した新たな問題についてご紹介していきます。2021年12月15日に巨人と契約し、日本でのプレーが決まったウォーカー選手。 MLB 経験もなく、そこまで大きな期待をされるような選手ではなかったのですが、来日1年目も2022年は規定打席不足ながら打率.271、23本塁打、52打点と上々の成績を残し、岡本和真選手30本、リーグ2位、丸吉弘選手27本、リーグ3位、中田翔選手24本、グレゴリー・ポランコ選手24本と20本塁打以上を5人輩出に貢献。これは2007年以来15年ぶりの記録となっており、その魅力的な長打力でファンを虜にしました。その一方で外野手リーグワーストとなる5失策と守備に大きく課題を残す結果となり、試合中にもたびたびファンからネタにされるような送球も披露。どうやら日本に来るまでまともに守備練習をやったことがなかったようで、亀井コーチと共にシーズン中は守備の強化にも取り組み、成長を見せるシーンもありましたが、やはりすぐに課題がなくなることはなく、アメリカへの帰国を遅らせる形で秋季キャンプに参加、守備力改善に努めました。また東京ドームで侍ジャパンとの強化試合にも唯一の外国人選手として出場、西武の與座海人選手から本塁打を放ち、シーズンオフには打力などが評価され大幅アップとなる推定年俸1億円で新たに2年契約を結びます。しかし昨年は開幕2軍スタートとなり、その2軍でも打率1割台と不振に。しかしチームの打力をテコ入れするため、4月14日に1軍昇格を果たします。そして4月16日の中日戦に先発出場すると、第1打席で左中間に本塁打を記録。その後はルイス・ブリンソン選手と併用されたために、2022年シーズンと比べると出場機会を減らし、57試合出場、打率.263、6本塁打、20打点と前年の記録を下回る結果となりました。とはいえ前年に2年契約を結んでいたため、残留することが決まっていたウォーカー選手ですが、2023年11月6日にホークスの高橋礼選手、泉圭介選手との交換トレードで福岡ソフトバンクホークスに移籍することが発表。右の助っ人大砲を求めたホークス側と投手陣強化を図りたい巨人の思惑が一致したことで、助っ人ながらトレードされることとなり、今季からホークスのユニフォームでプレーすることが決まりました。入団会見ではトレードマークともいえるドレッドヘアをバッサリ切った姿で登場。すごくワクワクしていて、ホークスで活躍するのが楽しみ、新しい球団、新しい環境で活躍するために頑張りたいとコメントし、パリーグは DH があるけど守備や走塁も含めて完璧な選手として頑張っていきたいと自信を見せ、チームにとって4年ぶりとなるリーグ優勝に向けて、まずはチームの勝利に貢献できるように全力でプレーしたい、トレードできたので皆様の期待に応えられる結果を残したい、オフはハードなトレーニングをしてきたし楽しみだよと意気込んでいました。その後春季キャンプに参加し、主力中心の A 組にてスタート。シート打撃では1打席目に木村光選手の初球を左前出し、ファンから大きな拍手を送られ、久しぶりの実戦でヒットを打てて嬉しいと笑みを浮かべていました。一方で守備練習では左翼守備についたものの、課題の送球がワンバウンドする場面も見られるなど、早くも心配の声が。ただ小久保監督は
全然問題ない、こう投げより低く投げる方がいい、と話していました。しかし先日の17日に行われた紅白戦では守備難が露呈し、大きな話題となっています。この日左翼の守備についたウォーカー選手、しかし守備では左中間を破る打球のクッション処理にもたついた上、中継の遊撃手へ山なりでも届かない弱点を露呈。中継していた若菜義春氏も思わずウォーカーに取らせてはいけないとこぼしてしまうシーンとなり、ネットでもアメフトみたいな投げ方、守備が噂通り今宮が2代目ショフト就任すれば問題ない、それか周東がセントになれば、巨人ファンだけど知ってたと話題になっていました。これでは守備につくのは到底できないウォーカー選手。とはいえホークスが加盟するパリーグは守備につかない DH 制度があります。国母監督も基本的には守備につかせないと話しており、話題にはなっていますが問題はそこまでないはずですが、チームにとって一つ問題が出ているというのです。それが柳田選手の存在です。球界を代表するスター選手である柳田選手、今季も不動のレギュラーとして君臨すると思われますが、実はもう今季で36歳、ベテランの域に入っています。そして動きも年々鈍っており、アルティメットゾーンレーティングなどの守備指標では常にマイナスを記録。昨年はライトで76試合、 DH で67試合に出場しており、年齢を考えてもフルで守備につくのはリスキーな部分があります。しかしホークスとしては柳田選手もウォーカー選手も使いたいところ。今の守備を見る限り柳田選手が守備につくのが一番いいのですが、ウォーカー選手の存在はある意味足かせになる可能性もあるというのです。では一体どうすのでしょうか。と言ってもやはり柳田選手を外野、ウォーカー選手を DH で起用するほかないでしょう。ただ柳田選手は負担を減らすため途中交代が増えたり、相手によってはウォーカー選手がベンチスタートで柳田選手が DH スタメンという可能性もあると思います。ホークスにとって柳田選手というのは実績を見ても大きな存在で、怪我でもしない限りスタメンから外れることはないと言えます。そのためどうしても柳田選手優先でウォーカー選手の出番は減ると言えます。そもそもレフトには近藤選手もいますし、近藤選手をライトに回すとしてもやはり守備での出番は減ると言えるでしょう。過去にはデスパイネ選手が DH 専用で活躍していましたが、そうなる可能性は高いでしょうし、仮に柳田選手が DH の場合は外れるでしょうね。ただウォーカー選手がいるかいないかでは攻撃力が大きく変わることも事実。このあたり首脳陣がどう判断するかですね。このように問題が出ているホークス、しかし今回のウォーカー選手の守備を見ると巨人時代より劣化しているようにも見えます。昨年出番が極端に減ったことやグラウンドに慣れていないとかもあるのでしょうか。さすがにコーチ陣が放置しているとは思えませんし、何か理由があるのかもしれませんね。キャンプでいきなり守備難を露呈し不安を抱かせる結果となったウォーカー選手。とはいえ球団もこのあたりは織り込み済みでしょう。果たしてバットでチームに貢献し2020年以来の優勝へのピースとなれるのか、今後の活躍に注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。